はい、続けて、エコダは神楽、はい、僕と渡辺くんの、愛用しているお店っていいですか。はい、あの芸術兄弟に、絶対会いたいっていう方はエコダの神楽に毎日通ってれば必ず会えますいつかはね、はい、怪しい坊主と気持ち悪い男がこそ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 喋ってるのでたまにデジオとか撮りつつね撮りつつ、はい、絶対一発でわかります、ね、あの二人だあの二人だって、うん、あとあのホッケが置いてあるテーブルね、うん、そうね、それまず間違いないから、うん、まあまあまあそんな感じで、はい、今神楽でね話してます、うん、でも話また戻っちゃうんですけど、はいはい、古典のその後の話聞いてなかったですね。あ、なるほどね。そこら辺ちょっと今日、ね、今回話飛ぶけどね、うん、そうですね、古典がですね、うん、ほら前回ほら古典の話だったからさ、はい、うん、まあ、その燕産業資料館でですね、うん、はい、個展をやらせていただいて、うん、無事搬出も終わり、うん、なんていうんですか、無事成功したといいますか、うん、はい、お客さんも、まあ、地方にしては、うん、700人か来ていただいてですね、うん、まあ、結構地元の人も多いんですけど、はい、地元の人も多いんですけど、ただ今回何が良かったかっていうと、うん、まあ、ちょっとねローカルの話になってしまうんですが、はい、やっぱりそのまず関係者の方も結構多く見ていただけてですね、うん、なんていうんですかね、良かったなっていう。でそのやはり東京からだったので、うん、2回ぐらいしかちょっと顔を出すことができなかったんですけど、だけどまあ、うん、僕と交流のある作家さん と話せたり、うん、僕が話したかった人とは会えたし、うん、だからそういった意味では本当に充実した、あと初めて その大きな企画展というか個展だったので、そうだね、はい、本当に改めてその産業資料館のですね学芸員の斉藤さんに感謝いたしますし、この素晴らしい経験を、まあ、芸術兄弟でもそうだし、次の、はい、まあ、今年はちょっともうやれそうにないんで、来年の個展に向けてですね、頑張っていきたいなっていうふうに思っています。で、新潟万代島美術館の学芸員さんだったり、新潟近代美術館の学芸員さんだったりも来ていただいてですね、僕会えなかったんですけど、僕の作品一応見ていただいたので、まあ、次何かしらのね機会というかステップアップとしては美術館でもやりたいので、はい、まあ、なんとか頑張りたいなと。まだ、あ、水と土の芸術祭ですか。そうですね、あれなんかも出してみたらいかがですか、自分の方からアクションしてみて、ね、うん、水と土の芸術祭っていうのが新潟市で今やってるんですけど、うん、今ね龍神さんも言ってくれたけど、そのリアルにね、うん、まあ、第2回か来年あるか分かんないんですけど、うん、第2回目が、いや、来年あるかは分からないけど、うん、あるとしたらちょっと出そうかなっていうのは本当に、ね、うん、ね、思ってます。だってもうまさに地元じゃないですか、うんうん、僕はもう新潟駅から歩いてのたどり着ける家なので、うん、本当地元中の地元なので、うんうん、ですね、本当にでこの構成を僕もう練ってるんですよ、うん、実は、うん、出したいプランがあって1個、うん、1個だけね、はい、まあ、今は言わないけど、ただまあ、うん、そういうことも含めて、ほら出し惜しみしたい、それ出し惜しみしますこの、ね、出し惜しみするやんか。だって FM 流進堂、うん、少なくても約600人の方がもう聞いてるんですか。聞いてないよ、600、500でしょ、500何十人は聞いてますよ、僕びっくりしましたよ。20日間新潟から一生懸命頑張って帰ってきて、うん、パソコン開いて、うん、FM 流進堂が十何話ぐらい溜まってて日記も、ね、日記も何万語ぐらい溜まってて、溜まっててもうやんなって、時には飛ばし、そう、時にはちょっと飛ばしてねここ完璧いらないなとところは飛ばして、うん、まあでも基本的に全部聞いてますけど、目で流し、いや目では流せない、うん、あ、ホケが来ました、はい、ホケが来たね、まあまあだからね、うん、まあ、そんな中です、うん、だから
何を言おうとしたか忘れちゃったじゃん。水と土の芸術祭出してみたらどうですかっていう話ですよ。だからそこはだから出しますよっていう話で、うん、作品のプランは明かせないんでしょ。そこはね、うん、だからそうそう、あ、そうそう、思い出した。だからいろんな人が聞いてるんですよ、うん、だからね、でだからそれで驚いたのがっていう話を今してるんですよ、うん、ポッドキャストにとうとうもう気がつけば550何人登録数かな。あんま見てないんだよ俺。僕はね、やっぱ一番の大リスナーとしてやっぱチェックしてるんですけど、いよいよ500何人ちょっと500超えると怖いね。怖いでしょ、うん、毎日全員が毎日聞いてるか分かんないけどね。なんやけど、だって地方の小学校のさ1年生から6年生より多いわけじゃん。そういうことですよ、うん、で、あの、まああれはどうでもいいけど、一応ランクもなんか2000何位とかどんどん上位に来てますから。で、大台乗ったじゃないですか、まあ、だいぶ前にもおめでとうございます言ったけど、1000回行ったんだよ。一番多いでしょ、デジオ界で。まあ、あのデジオ銀河系では ね、うん、だけど、うん、勝木さんも越すでしょ、本当にもう。あ、もう超えたんだ。もう超えたんですよ、勝木さんは。そこはちょっと、うん、あんまりね、数は大事じゃないから。いや、だけどその、いや、数も大事じゃないし、もちろんその勝木さんよりもそのくだらない内容は多いだろうけど、うん、これも、うん、そうね、これもカウントするんだっていうね、うん、大リスナーの僕から言わせてもらうとね、あるけど。いや、だからか、まあいい、あるけど、うん、はい、いや、だけど、いや、だけどすごいんですよ、すごいんですよ、ユーシンさん。はい、僕は第1回目から全部聞いてきてるから、うん、そうだよね、もう何年分だよね、それ。そうですよ、本当に。それがすごいんですよ、だから俺渡辺の隣でだって第1回目ぐらいですかやってたもんね。あ、違うか、いやいや、2回目だ。第、あのマコンデ美術館行った時、第2回目もそうだし、第1回目のあの、その場にはいなかったけど ね、ラボさんの、ね、あのラボさんの個展ですよ、ラボさんの個展も、うん、あ、そういえばラボさん、あの、来てくれました、つまり。おお、会いました。おお、全然変わってない、うん、ていうか話題コロコロ変わりすぎじゃない、うん、さっきから、うん、いや、ラボさんって今ラボさんっていう会話が出たから、うん、大丈夫大丈夫、まだ7分しか経ってない。燕市産業博物館の資料館の個展の話じゃないですか。まあまあ、だからですね、まだ早いですよ、酔うには。いや、酔ってない酔ってない、だから。じゃあもう一回、もう一杯追加しようか。もう一杯、あ、もうちょっと待って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 、まあまあ、だからそうね、話また戻してごめんなさい、ちょっと飛ばしてなんで、まあ感謝してるっていうのと、あと、まあ、謝ってください。550人ぐらいのリスナーの皆さん、申し訳ございませんでした。今ね、みんなね、あのハンカチを口に加えてそれを引っ張りながらキーって言ってるよ。全然話進んでないじゃない。あの、まだまだ、あの聞いててください皆さん。でですね、だからそのやりたかった、今回この個展でやりたかったことも、その鉄の作品を全部出したんですけど、はい、まあもちろんこれからも鉄の作品は作っていくんですけど、僕の中でその一区切りついたんですよね、言ってみれば。まあ、あれはその博物、あ、資料館側の要望もあって、ね、もうあったんですけど、鉄に、そうそうそう、なんていうの、鉄オンリーで行ったっていうのもあるんだよね。そうそうそう、あるんだけど、うん、なんていうんだろう、まあ、僕の中でもそのタイミングというか、うん、一区切りできたんですね、うん、そういう目的でもやろうと思ったので、うん、あの、そういった意味でも本当に、なんだろうな、結構すっきり、もやもやが晴れたというか、すっきりした点、個展になったなっていう気はしてます。で、まあ、詳しくはあの産業資料館のホームページにですね、あの、僕の展示風景の写真が載ってるので。あれはもう、あの図録みたいなのは今後作る予定はあるんですか。図録がないです、残念ながら。じゃあ、そっか、残念だね、それは。はい、あるとね。そうですね、うん、で、そうですね、ちっちゃい小作品なんですけど、うん、作品も1点売れまして。あ、本当、はい、まあ、本当にいろんな意味で収穫があったし、うん、次につながる個展にも なったので、うん、本当に良かったです、うん、で、とにかくあとやっぱり僕がやって思ったことは、うん、この自分の作品っていうよりは、うん、
自分が何て言うんだろうな、何自分がその表現するっていうことよりはやっぱり人とのつながりだったり出会いっていうんですか、そこに改めて僕は感動を覚えたって言いますか、一期一会でもあるんですけど、だから僕は何て言うんだろうな、もちろんこれから死ぬまで美術は続けていくんだろうけど、でもやっぱりその肝心なことはその美術とは美術表現っていうよりはその表現を通してのその人とのつながりというか出会いがやっぱり知的財産じゃないですけどね、あの非常に重要なんだな、人間に生まれてきた以上非常に重要なんだなっていうふうに思ってて、それがそれありきの自分のなんだろうな表現があるっていうか、はい、僕は本当にそれを思いましたね。で立て続けにそのつまりでの、その20日間やはり当番をしてて思ったのもそれにちょっと近い ところで、本当にいろんなことを学んだ2009年の夏でした。おやすみなさい。おやすみなさい。